ジオ1センチ 95.0 キログラム第1回聖堂会館全日本ウェイト制重量級第3位グレートサーチ鉄人の意志を継ぐ者チームアンリーグレート草津赤コーナー約10センチ 98.7 キログラム K-1 ワールドグランプリ2000第3位シリアミキ新世紀の主役はこの男だフランスの喧嘩野郎シリル・アミニーです K-1 グラディエーター2001いよいよ開幕しました。それではルールをご紹介します。試合はすべて3分5ラウンド10カウント3ノックダウンシステム1ラウンド中に3回のダウンで自動的に KO となります。さあ谷川さん、この新世紀の K-1 の幕開けにアビリーの姿、はい、そうですね、これはドキドキしますね。21世紀最初の試合がアビリーということですね。対するはグレート草津です。さあ間もなく新世紀幕開けのゴング、レディーゴー。第1ラウンドのゴングがかき鳴らされました。新世紀の幕開けになんと20世紀その世紀末を席巻したシリル・アビリーです。いきなり右に、これはスリップダウンです。2人ともなんか気合がもういっぱいで流行ってますよね。右の復帰シリル・アビリーです。もうアビリー選手はですね、はい、昨年1年間の活躍で本当に今 K-1 の中でバッカンドロー最も人気あると言ってもいいんじゃないですか。はい、しかし谷川さん草津も見せますね。見せますね。動きは見てばかりなのに、はい、パンチの入り方とかアンディフグそっくりなんですよね。アンディのスパーリングパートナーって今は亡き鉄人アンディフグのその長年のスパーリングパートナーアンディのミッド節を随分長いこと受け止めていましたグレート草津。右のミドルキックはシリル・アビリーです。強烈です。右の膝そしてクリスボーから右のアッパー右のフック早くもアビリーが全開です。2人ともなんか本当に気が流行ってますね。いきなり喧嘩ファイトですね。石井館長、はい、この2人はもうペース配分というのがないですね。そうですね、もう最初からみんな倒すよ。アビリーこのフック草津の右が決まりました。草津の右の今フックが入りましたか、はい、そして左のローキックはグレート草津です。草津も打ち合っています。第1ラウンドは打ち合いの様相で幕を上げています。あのアビリー選手ですね、自分はもうちょっと落ち着かなきゃいけないんだと言ってるんですけども、はい、やっぱりどうしても落ち着けませんね。試合になると相手の打撃が入るとこう心の中の危険、右のハイキック、危険信号がこう点滅しだすんだそうですね、はい、そしてどうしても打ち合いになってしまう、そう話していたこのシリル・アビリーですが、長嶋さん、はい、長嶋さんもこの2人の打ち合いというのは見ていて面白いんじゃないですか。そうですね、特にあの草津選手はあの本当に K-1 のルールになってから成長著しいですよね。なんか いつもどん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 強くなってるっていうのが、もう今ちょっと何秒か何十秒か見させていただいてたように感じますし、あ、そうですか。あのインファイトしてのアッパーは感情いいと思うんですけどね。そうですね、グレート草津はこれが外国人選手との初めての対戦ということになります。その相手がこのアビリーです。右のハイキック、夢だったみたいですね、本当にベスト8ハイカーというのが。しかしハイキックを受けてもグレート草津は前に出るバックハンドブロー、今は亡き師匠アンディに捧げるバックハンドブロー。しかしこの左のアッパーガードの隙間からねじ込んでいきますスリルアビリーです。右のローキックを一つ叩きました。草津選手はね、さすが本当によく見てますよ。よく見ている、あの実績から言ったらね、まだアビディ選手だと思うんですけども、はい、あのやっぱりその闘志っていうんですかね、アンディ譲りの、はい、それも非常に見れてますし、やっぱりアビディ選手のその攻撃、この攻撃を何度かかわすのに、はい、インファイトしていこうっていう、そう見えるんですよね、はい、それは非常にいいと思います。ここもアビディのフックを受けておいてさらに打撃を返していきました。グレート草津、右のロキック、なんかディフェンスの仕方なんかアンディそっくりですよね、うん、あ、そうですね、はい、右のフックを返していきましたグレート草津。下がってないですよね、はい、気持ちでも負けてないっていうのが見えますよね、草津選手は。ここは距離取りますから、さあ飛び込んでいったのは草津の方です。ここで第1ラウンド終了のゴングとなりました。第1ラウンドから激しい打ち合いの様相を呈しています。 K-1 グラディエーター2001、それでは第1ラウンド両者の打ち合いのその攻防をご覧いただきたいと思いますが、まずこれはアビリーの膝蹴りからご覧いただきましょうか。これはまだ試合は第1ラウンドなんですけどね、谷川さんね、アビリーのこの膝いいですね、はい、高く上がれてますし、
そしてこれ普通ならこのまま KO されてもおかしくないようなシーンなんですけども、この右フック効きましたよ、あの草津選手の、これ再三あったんですけど、はい、草津選手の右入れそうですね。あ、そうですか。アビディに対して、確かにアビディは、まあはい、そうですね、まだ両方ちょっと硬いですよね、まだ硬いですか、さあ2ラウンド試合は動くんでしょうか。1ラウンドからどうやら荒れ模様のこの一戦、第2ラウンドです。1ラウンドから両者非常に手数が多いこの一戦、右のストレートから右のローキックを放ちました、シリル・アビリーです。あのアンディ・フグ、はい、選手ですね、あの正直言うとあんまり日本人って褒めなかったんですよ。おー、なるほど。でも草津はいい根性してるっていうのをいつも言ってましたからね。あ、そうですか、ここもアビリーのキックをかわしておいて、今度はバックスピンキック、グレード草津です。ワンツーはシリル・アビリー、そして左のローキック、あ、なんかちょっと触りましたね、うん、アウトロー効きましたよ、ちょっと効きましたね、このシリルアビリーに対してはちょっと効いていますね、後ろ足のね、はい、蹴りっていうのはキコスあんまり蹴られないんですよ、有効的な、あれアンディの出す得意な技ですね、右のフックを返していった、右ですよ、アビリーは右のローキック、左のハイキックアビリーです、右のストレート、左のフックボディへ、アビリーのパンチです。ちょっとアビリー選手が強引ですね、硬いですね。しかしグレート草津の方が前に行ってプレッシャーをかけ始めていますが、そうですね、思った以上に草津のガード高いんで、はい、森さん、はい、どうぞ、草津サイドですが、よく見えた1ラウンドなんですが、もっといけると、自分から先手を出していけ、はい、あ、アウトロー来ました、これは石井館長、草津は頭が下がりますね、いや、いいですね、左のハイキックを見せました、あの右が本当にですね、右のパンチがいくらでも入りそうな感じになってきましたね、はい、っていうか館長おっしゃったように、ちょっとアビリー選手どっかやっぱおかしかなんか効いてますよね、おかしの方効いてますね、あれ初めての蹴りだと思います、そうですね、動きがあんまりないですもんね、それが館長、アビリーは今その右足ということですか、効いてるのは、そうですね、右足ですね、草津選手今チャンスですけどね、右のフックはボディへ放ちました、一つ大きなパンチを放ちましたシリル・アビリーです、左のフックを放ちます、右のアッパー、草津ちゃんと見てますからね、ブロックして、はい、だからアビリのパンチ当たってませんから、非常に冷静でいいですよ、はい、いわゆる石井館長テクニックということになるとどうでしょう、アビリよりもグレード草津と言ってもいい状態なんでしょうか、いや草津はね、アビリの大身のパンチを打たして、右のショートフック、はい、あるいはアッパー、そしてローキックを当てる作戦ですね、あ、なるほど、天国の師匠よ見ていてください、試合前そんなコメントを話していたグレート草津、チームアンディの一員として長年アンディのミット打ちの相手を務めてきました、あの奥足や左足のね、はい、草津のローキックアビリは嫌がってますよね、ちょっと踏み込みが甘くなってます ね、右のミドルキックを放しましたシリルアビリ、そして左の服はボディへ叩き込んでいきますシリルアビリです、ちょっとアビリの手数が止まり始めましたか、ここはワンツー放ちますが、あ、逆に右のバカで左のローキック、上からバカの鉄人から受け継いだバックハンドブローが炸裂しました、第2ラウンドが終了しています、いいな草津選手、いいですね、2ラウンドはこのグレート草津がアビリーを圧倒するようなそんなシーンも見せましたが、今の蹴りですかね、蹴りですね、さあその前には一発ありましたけども、はい、アビリー選手の攻撃は全部有効打になってないんですよね、はい、有効打になっていない、なってないですね、なんか本当に突破口がまだ作れてないというか、逆に草津選手の方が、こういう効果的な攻撃を何発も2ラウンド入れましたね、はい、外国人のトップファイターとやるのは長年の夢でした、そう話していたグレート草津なんですが、あのピーターアーツを2度も倒したシリル・アビリーを向こうに回して全く引けを取っておりません、試合は第3ラウンド、あ、リングサイドには内田有紀さんもこの試合を見ています、あ、ちょっと足、第3ラウンド開始のゴンが鳴りましたが、谷川さん、ちょっと足を引きずってますね、ちょっとアビリーが足を引きずってますね、はい、その痛い右の蹴りから出しました、もう死んで、ね、しました、
草津はもう、ね、足元を信じてローを蹴ることですね。右のローキック、グレート草津、アビリは右のハイキック。森さん、はい、アビリサイドですよね、セコンドもちょっと焦り始めてますね。焦り始めて、攻めあぐねてるアビリに対してですね、はい、もっと踏み込んで、そしてコンビネーション、蹴りももっと打っていかなきゃダメだというふうに、かなり激しく指示出してます。あ、そうですか、はい。アビリーサイドは長坂アナウンサーですが、どうやらセコンドも谷川さん、はい、ちょっと旗色バルシというね。そうですね、試合前にアビリー選手に聞いたんですけど、はい、もう草津選手は全く存在も知らないというか、ビデオも見たことないって言ったんですけども、まあ、その分ですね、はい、ちょっと甘く見くびったんじゃないかなという感じもありますね。いいアッパーですよ、今の左のアッパーが天をつきました。グレート草津、森さん、はい、草津サイドですか、指示はただ一つ、はい、勝ちたければこのラウンド行かなきゃダメだ。このラウンド飛んでます、はい、坂に飛んでます。試合は第3ラウンドに突入していますが、あ、後ろ回しゲームしました。しかし惜しい反応、チャンスを掴んだ。グレート草津がチャンスを掴みましたが、ここはアビリーが距離を取ります。ワンツーを叩き込んでいったのはシリル・アビリー、右のローキックを離しました。いや、草津選手素晴らしいですよね、ここまで。日本人のファイターがこの世界のトップファイターと長嶋さん互角に打ち合ってますからね。いや、もうこれは本当に失礼かも分からないですけども、はい、本当に素晴らしい前線だと思いますね、草津選手にとっては。藤原紀香さんはここまでの戦いを見ていてどのようにお感じになってますか。はい、そうですね、いつも のアビディ選手のあの目がまだ出てないのと、あと、はい、私草津選手 の戦い今日初めてなんですけど、はい、非常に素晴らしくて今感動してて、気持ちで負けてないっていうか、すごく素晴らしいと思います。なるほど、しかし紀香さんの目から見るとアビディはもっともっと、なれると。そうですね、まだ出てないですよね。草津選手はなんかこう、なんかを狙ってるような気がしてしょうがないんですけどね、ずっと何かね、右のフッケー、ガードはもう非常に、まあ、完璧というか、顔面は本当に打たれてないと思うんですよね、はい。まあ、なんかをちょっと狙っててちょっと動きが止まってるのか、はい、アビディ選手もね、ちょっとやっぱりお菓子効いてますからね、確かに2ラウンドよりは長嶋さん、草津は見てますよね。そうですね、1ラウンドのお互いの攻防よりは、はい、このラウンドちょっと両方ちょっと牽制し合ってる部分もありますよね、はい。残りは30秒となります。第3ラウンド、右のハイキック、右のフック、そして左のハイキック、アビリーのパンチです。あ、いいですね、お互いアビリーのパンチとキックがグレート2つ襲っています。右のアッパーはガードで固められている。右のローキックを軽く当てました、シリル・アビリー。先手はアビディ選手なんですけども、はい、最後の攻撃は結構草津選手で終わってる部分が多いんですよね、はい、いわゆる打たれっぱなしにはなってない、打たれっぱなしじゃないんですよ、はい。まあ、本当にアンディフグはよくやった戦法ですよね、師匠アンディ、天に召された師匠アンディがこの試合を見つめているか。第3ラウンドが終了しました。それでは第3ラウンド、アビディの攻撃スローでご覧いただきましょう。しかしこのアビリーもまだ手数は確かに出てはいますが、確かに時折足を引きずるようなそんな仕草を見せるところもあります。効いてる技としては草津選手の効いてますね。なるほど、アビリー選手のいい攻撃というのは膝蹴りだけですね、効果的に当たるの。時々右のフックも良かったんですけど、はい、先ほど藤原紀香さんからアビリーがあのアビリーの目になっていないと、そういうコメントがありましたが、確かにどこか視線が定まっていないような、そんな感じもします。その前になんか聞いちゃったって感じがしますね。あ、なるほどね。ロープスが。第4ラウンドのゴングです。これはあるいはグレート草津に、この肉体に天に召された師匠、アンディの御霊が乗り移っているのか。右のハイキック。あのアビリーを相手にグレート草津が互角以上の戦いを見せています。グレート草津選手発生の攻撃がありました。注意1番、グレート草津の攻撃がアビリーの急所に入ってしまいました。注意が一つ与えられます。でも草津選手本当勝てますよ、はい。森さん、はい、それとアビディなんですけどもね、ちょっと風邪気味だということで呼吸がしにくいそうなんですよ。そうですか、だから時折口を大きく開けてね、息をするようなそんなシーンも見受けられます、はい。そうしますと谷川さん、はい、ラウンドが長くなっていくとますますグレート草津に有利ということになってくるでしょうか。足はやっぱり効いてきますからね、はい、どん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 、
石井館長の目にはこのアビリーのダメージというのはどのように映ってますか。あのね、アビリーはこういう戦法を捉えたの初めてだと思うんですよ。あ、はい、今までアビリーが打った時相手も打ってきますから、そうです、ね、お互いこう相打ちで打たれずアビリーが打ち勝ってたっていう方が多かったんですけども、はい、2つ選手は今回アビリーに打たすだけ打たして、でじっくり見て、はい、そしてあのローキックとか右のフックのカウンター出してますよね、これが思った以上に効果的なんですね。あ、なるほど、アビリー選手どっちかって言えばカウンターの上手い選手でしたからね、でここでやっぱ草選手出たいですよね、はい、試合は第4ラウンドに入っています。チャンスですよね。左のフックから右のローキックを放ちました、シリル・アビリー。左のジャブを一つスッと伸ばしていった。左から右はグレート草です。なんか気持ちアビディ選手の攻撃がなんか今回軽いような気もしないでもないんですけど、ね、右のストレートボディへ、もっと強かったような気がするんですよ。あのピーターズを2度倒した時のアビディの調子ではないと、もっと当たりが強かった気がしますけどね、あのアビリ選手やっぱ一番怖いのはですね、草、はい、選手アビリ選手の攻撃でやっぱカウンターなんですよね。カウンター、はい、ピーターズ選手もみんなカウンターで、あの出花で、あのそのロングストレートですか、はい、で全部倒されてるんですよ、はい、ですから草選手自分から仕掛けないですよね、はい、そのあたりは石井とグレートさんがよく研究している、研究してきてますね今回はね、ここは誘い込んでいるか、コーナーを背負っているグレート草ですが、誘っているのは草の方か、左でついて右のアッパー、左のスピードできますか、ややパンチに力がない、ちょっと苦しくなってきましたね、やっぱりあのヘビー級のパンチとかブロックの上から来たのも効きますからね、はい、このランドはアビリー選手いいですよ、ちょっと肩で息をし始めています、はい、グレートスタッフです。ちょっと左のストレートマッチ、ガードの隙間から叩き込んでいきます、シリルアビリーです。ちょっと口が開いてきました、グレートスタッフ左のローキックを放します。これはあの気持ちも強くなってきましたね、もうちょっとローキング上から落としたいですよね、草津選手ね、はい、横から蹴ってますから。グレート草津は数少ないあのこうアンディフックに認められた日本人の一人です。あの本当高校生の時だからですね、はい、テレビ見てて K1 の、 あのベスト8ファイターで戦うって言った時、友達とか本当に冗談だろうっていう風に言われてたのが本当に悔しかった、はい、で実戦になりましたからね、それが今目の前で現実になってるわけですからね、ここまでいい勝負してますから本当に大したもんですよね。しかしこのラウンドに来て徐々にグレート草津、あのアビリのパンチのダメージが、蹴りのダメージが蓄積されてきたが、このラウンドも終了のゴングが鳴り響きました。第4ラウンドまで終了しています。第4ラウンドに入って少しこちら草津の足が止まりました、手数が止まりました。アビリーがこのコーナーに追い詰めたシーン、追い詰められ方がこの3ラウンドまでは誘っていた草津ですが、ここはちょっと手が出なくなってきている、 手が出ないし、ちょっとスタミナがやっぱりかなり落ちてますね、はい、技術ではかなわないかもしれないが、パワーそしてスタミナ、この部分では互角にやれるんではないか、そんなコメントを残していた草津ですが、やはりこの世界のトップレベルというのはその草津の予想を上回っていたのかも。あのやっぱりベスト8ファイターとですね、はい、4ラウンド戦っているのは大変ですよ。そうですね、さあ試合残すラウンドはあと一つ、アビリーかそれともグレート草津か、ファイナルラウンド第5ラウンドのゴングが横浜アリーナにかき鳴らされました。あの僕はですねこのラウンドまでですね、はい、2人互角なんですよね、勝負はこのラウンドだと思います。あ、なるほど、この3分間で全てが決まると。僕もそうですね、石井館長も同じ意見、はい、さあ打ち合いになる、手数を出してほしいですよね、草津ですね、はい、ここでさあここで両者もまた動きが激しくなってきました。これ休んでダメですね、もう最後ですからね、もうぜひ手数を出して思いつきてほしいなと思います。試合はファイナルラウンドに突入しています。ガードを固めて左のローキックを放っていったグレート草津、誘い込むか、アビリーが狙っています、右のローキック、草津選手勝てるチャンスですからね、行ってほしいですね、はい、この試合延長はありません。バックハンドブロー、師匠アンディのその魂が乗り移ったバックハンドブロー、しかしアビリーが右のハイキック、しかし飛び込んでいった草津、飛び込んでいく、グレート草津が前に出ます、左のジャブで牽制します、アビリーです。森さん、草津サイドですが、はい、セコンドからはですね、はい、判定だとお前が負けるぞと鼓舞されました。そのくらいでいいですよ、最後はローキックで仕留めたいんだというふうに、はい、教えてくれました。なるほど、グレート草津サイド最後の取り出はローキック、そういうセコンドの指示のようですが、やっぱり本当にローキックでですね、はい、大きな印象点も取れてるんですよね、まず。しかしここまではアミニーの手数の方が上から、ラストラウンド左のハイキック軽くヒットします、
ガードの上からですが、このガードの上からでもパンチは非常に効きます。アビディの右のローキック、右足踏み込んで思い切って蹴りたいですよね、草選手の一発ね。少し手数が止まりました。左のフックはボディーに入ります。アビディです、変わりますよね流れが、はい、左のフック、いやこれ言ってほしいですね、この表情だ。グレート草津もこの表情です。言ってほしいですね。天に召された師匠アンディに捧げんこの試合、飛び込んで左のローキックですね。しかしアビディもいつものアビディの調子ではありません。まだ勝機はあります。グレート草津一つ大きく息をした、右のハイキック、これはガードでかわしています。グレート草津です。試合はラストラウンドに突入しています。何か一発を狙っているか草津、もうちょっと手出してほしいですね、はい。長嶋さん、これ何か狙ってますかね、草津はね。そうですね、3ラウンドぐらいからずっとそうなんですけども、でも待っててもね、もう終わりなんで、今のアッパーです、飛び込んで左のアッパー、あれが続かないんですよね。新鮮になります、これはクイーンズで逃れるアビディ。ちょっと精神的に本当にきつい時なんでしょうね、初めて戦う世界のトップファイター。左のフックアッパー、左のフックアッパーに入ります。グレート草津ここ行ってほしい。アビディの汚染、前に出る首相撲からの膝蹴り、接近戦になりますが、もつれ合います。クリンチになります。ラストラウンド残り15秒を切っています。アビディ選手からのやっぱりダメージもあると思いますよ、かなりね。そうですね、さあ時間がありません。左のローキック、そして左右のフック、右のフック、時間がありません。バックハンドブロー、ラストラウンド終了のゴングです。試合は判定にまでもつれ込む形となりました。20世紀の終盤、一躍主役の座に躍り出たシリル・アビディか、それともこれが初めての外国人ファイターとの対戦、鉄人アンディ・フグの意思を継ぐ男と言われていますグレート・クサスなのか。これ判定は難しいですね。そうですね、はい、ただクサス選手はやっぱり本当に大気ですね。あ、確かにもう将来性をものすごく感じさせますね、あのピーター・アーツが KO されたこのシリル・アビディにこう判定まで持ち込みましたから ね、まあ、日本人全体にとっても大きな自信だったと思いますよ、これは、はい。まだ K1 5戦目のグレート・クサス、ジャッジペーパーが集められました。まもなく判定が下されます。フランスの喧嘩野郎シリル・アビディか、それとも鉄人の意志を継ぐ者グレート・クサスなのか。5ラウンド戦い抜いて決着はつかず、まもなく勝利のジャッジメントが下されます。試合は5ラウンドまで戦い抜いて、さあ判定です。ジャッジ島光を50対48、赤シリルアビディ、1人目はシリルアビディ。ジャッジ大森利典50対49、青グレート草津、2人目はグレート草津、これで1対1。黒住達也50対47、おかしいな。赤シリルアビディ、3人目はシリルアビディです。ジャッジが分かれました。判定にまでもつれ込んだこの試合、その判定はスピリット、2対1、シリルアビディが辛くもグレート草津をかわしました。だから草津選手はもう本当にあのよくやりましたよね、もっと差がないかなと思ったんですけど、これが初めての世界の経験でした。グレート草津まだ K1 はこれが5戦目、5戦目にしてあのシリル・アビディと互角の戦いを演じました。判定で敗れはしましたが、グレート・クサスの印象は確かに残りました。シリル・アビディは判定で辛くもグレート・クサスをかわしたということになります。